エボリューション進化という新しい可能性のためにそれぞれのラボで日夜研究を続けるエンジニアたち世界的にも最高のクオリティを持って評価されるメイドインジャパンを生み出す現場では日々どんなことが起こっているんでしょうかこんばんは松風マサです、A、第77回です。 この番組ではそんなさまざまな技術開発に携わったエンジニアたちをゲストに迎えその技術が生まれた背景に迫りますそして今日も僕の可愛い相棒はこちら自己紹介をこんばんは僕ロボボン今夜もよろしくお願いしますお願いしますまずいしまうん日が変わって今日は春分の日一日お休みができましたそんな時松風さんは何をしますか あらーお休みが急に増えたらってことなんかしょうもないことに使っちゃいそうですねしょうもないことに使わないように心がけたいなでもなんか思いっきりこう遊んで疲れたっていうのもねで疲れを癒して思いっきり寝て元気だっていうのもねなんか休みの日って使い方いろいろあるなって改めて思いますよねなんか僕がでもね思いっきりやって後悔をしてを繰り返して生きてきてるのでなんかねそういうエボリューションしたいと思います <laughs> さて 今夜のレジェンドエンジニアは先週に引き続き注目の世界初の全自動衣類折りたたみ機ランドロイドを開発販売するセブンドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社代表取締役社長坂根伸一さんです松風雅がお送りしていく BFM エラボインデックス今週も進化を生み出す人間の力僕と一緒に探っていきましょう BFM エイラボインデックスフィーチューインマイマツカゼ さて女の子のお子さんがいらっしゃる方はご存知かもしれませんが生ままれてててウーっっ皆さん知タカラトミーから2016年10月に発売されたペッットト型ロボット玩具自分の手で卵から孵化させるというものでこのシリーズの出荷数は10万個売れればヒット商品とされるおもちゃ業界で出荷数30万個を突破した人気のおもちゃなんです。 生まれてウーモはカナダのおもちゃメーカーからハッチマルズという名前で販売され世界のおよそ30カ国の地域で展開している商品日本ではタカラトミーから販売されています販売形態は卵の状態で卵に話しかけたり触ったりすると卵の中で動く気配がして何やら鳴き声も聞こえます温め続けると殻にひびが入り自分自身でくちばしを使って少しずつ殻を破ってきます その間なんと20分ほどまるでリアルたまごっちみたいですが自分で世話をしたものが生まれるというのがポイントそして羽化後ウーモはベビーキッズジュニアの3段階に成長していきますベビーウーモはご飯を食べさせたり頭やお腹を撫でてあげることで成長キッズウーモに成長するとおしゃべりやダンスができるようになりオウム返しもします さらにジュニアウーモに育つとゲームで遊ぶことができるようになります追いかけっこやリズム遊び旗揚げゲームなどなどまたウーモは目を赤くして怒ったりすることも昨年10月に第4弾となる「生まれてウーモワオ」が発売となりましたがこちらはなんと1つの卵から双子が生まれるというもの1人はダンスが得意で1人はお話が得意というように双子それぞれの個性を楽しむことができさらに双子ならではの連動する遊び方もあります そして3月17日に新たなウーモが発売となりましたその名も生まれてウーモおとぎの森こちらのウーモは名前を覚えてくれるというもの大きな耳と長い尻尾が特徴のピンクのティギー族と可愛いモヒカンが特徴のブルーのツノーム族の2種類がありますちなみに最新のウーモのお値段は9,504円です ロボ本アイボなどロボットが私たちの生活の中に普通に存在する未来も遠くありませんがまだまだ手に届かないという方最新のおもちゃから今の技術の進化を感じてみてはいかがでしょうか「クローレジェンドエンジニア」「a f m a l a o i n d e x 松本雅也がお送りしているベ米 FMA ラボインデックスそれではここで第77回のレジェンドエンジニアをお迎えいたしましょうセブンドリーマーズラボラトリーズ株式会社代表取締役社長坂根真一さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ、えー、今週もですねいろいろとお話を伺いたいなと思っておりますが、えー、坂根さんの会社セブンドリーマーズラボラトリーズ株式会社ではランドロイド以外にも、はいえー、展開なさっている事業がある、はい、まずその 1,、はい、1ゴルフのシャフトはい <laughs> これ気になりますね。ここももう大人たちが熱くなってるところですよね。<laughs> そうですね。あのゴルフはもうこんな小さいボールをですね、まあ200ヤード、250ヤード、はい、300ヤード先に精度よく、はい、まあ運びたいスポーツなので、はい、あの道具 依存のすすごい強い強スポーツなんですね、うん、でちなみに坂根さんやられるんですかやっぱゴルフいやあの僕は昔やってたんですけどあの下手すぎましてですね<お>、はい、あの小学校3年生の息子に負けた瞬間にもうクラブを置いたんですけども <laughs> ただあの技術のところはそこからもずっとあのあ見ててだから坂根さんがやるんだからなんかがなんかあれなんですよね,そうですねしかもシャフトだけってことでヘッドは関係ない,い、はい、ヘッドは関係なく基本的にやっぱりあのゴルフの,あのボールを運ぶ、まあ、軌道 の精度を高め、まあ、当然距離も伸ばしたいという皆さんニーズがあるのではい、はい、そのためには。 あのシャフトの性能を、まあ、の最高精度に持っていくというのがすごく大事だということを常々前から思っててですね、はいはい、で実際にあの既存のシャフト等々いろいろ分析しても、まあ、そこが満たされてないことが非常に多いということが分かりましてでここでまあ世界で最高精度でかつその人のスイングとその方が選ぶクラブヘッドに合わせた最適設計をするということができたら、はい、絶対 タイに人々は、高いお金を払ってでも、これは買うはずだと。カスタマイズを念頭に入れた。精度の高いシャフト。はい、そうです、ね。聞いたことない。はい、完全オーダー。はい、ヘッドは自分の好きなの選べて、グリップも付け替えるでしょうと。はいはい、で、長さも好みがあれかもしれないけど、っていうそこに対応する。シャフト。すごい高性能なもの。はい。 このその着眼点ないっすねご自身でメーカーをやられてすごいの作ったよとかの話ではなくてっていう <laughs> そうですねなのであの炭素繊維、まあ、カーボンファイバーって世の中にまあ大体20種類から30種類ぐらいあるんですけれどもあそんな種類あるんですかありますまあ,あの一般的に流通してるのが20種類ぐらいで、まあ、あの当社で仕入れられるまあ人工衛星向けのカーボンっていうのが10種類ぐらい特殊なものがあるんですけれども、はい それをそのカーボンシャフトを作る工程の中で大体まああのシート状にして6層から8層ぐらい巻くんですが、はい、その人のスイングとその人が選んだクラブヘッドに合わせて1層目はどのカーボンを使って何度に配光させて2層目は何人を使って何度に配光させてっていうのを1からその人のためだけに設計して2週間で設計して1週間で製造するというまあ完全オーダーダメイド炭素繊維の向きの,この交わりの角度、はい。はい それによって強度とか特性が出ててくるからそ,それによってそのし,なりしなりとねじれが変わってくるのでその人のスイングと、まあ、特に大事なのはクラブヘッドですね、はい、あのたった 60g ぐらいの棒に、まあ、190g ぐらいのヘッドがついてて、うん、重心がこんだけずれてますから、はい、あのスピードで振ると当然振り遅れる形でねじれてしなるわけですねうん、うん、でこれのここに返ってくるこの反発力で精度よく飛ばすっていうスポーツですから、はい、それがどのようにこう返ってくるのかっていうのを全てシャフトの方で設計すると。調整はい して、その人の、例えば、どうしようもない左手が、こう、なんか、ひねる癖とかっていうのは、じゃ、そっちの方でフォローできる。そうですね。左に引っ掛けるのが、絶対嫌って言ったら、まあ、ほぼ行かない、シャフト設計をして。しかも、六層のこの繊維の混ざり具合だから6、六かけるでも、す、結構な、はい、結構な幅、出せていきますもんね。はい ララ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 ラあとあれじゃないですかあの減量でおなじみの、はい、ねあの有名な高額だけど絶対減量するあれがあフフもう始めてますよね、はいはい、あのまさに今提携のお話をさせていただいてるところでやっぱり <laughs> もうすごいわ絶対ですよねこれ <laughs>、はい、繋がるなと思って間違いなくそうですね、はい、いやでもこの切り口がはい 全てのものもがそうですけどやっぱりその全部のものを作りたくなっちゃうんですか僕ら今目の前にマイクがあってマイクスタンドっていうこのシールドケーブルって言われるのがありますけど、はい、こうやっぱセットでどうぞっていうふうに考えちゃいますけどやっぱこれはこれだけマイクはこれだけスタンドはスタンドだけとかっていうふうにしていくっていうふうに考えると、うん、また全然違った世界って出てきますもんね。そううでですねゴルフフクラブをシャフトだけでっていうのは これいいいいとと思まますす <laughs> ありがとうございますこだわる人絶対このヘッドじゃなきゃみたいなのなんかありますもんね、はい、どうしてもみたいな、はい、そこのニーズにもシャフトだけにするから対応できちゃう、はい、でまあ一回10ヤード20ヤードあの飛ぶことを経験した人はもうずっと当社のファンになってくれますしそれを見たいつも回ってるあのお友達がなんだそれと <laughs> <laughs> 色はどんななんですかもう あもうマッ基本的には当社は製法もあの世界初で表面を削らなない製造方法なんですねそこがまああの製造上のすごい大きな問題で削るので品質もばらつくし設計図通りものができないっていうのがこれまでのシャフトの問題点だったんですけど、はあ、当社が初めて削らない製造方法を作ったのでそうすると塗装で隠す必要もないですから、うんまあ、カーボンの美しさをそのまま表面に出したもう素材が見える真っ黒なシャフトなんですよ。うん いやいやもうほんと今週は何のお話でゲストに来てもらったのか忘れそうになりました <laughs> 恐ろしい2項目のうちの1項目でこれ <laughs> そしてもう一つ、はい、えー展開なさってる事業が「ナステント」はい、これはなんだか わからなかなったんでですか、はい、サタカナこれはの、はいまあ、医学的にはネイザーエアウェイステントという、まあ、鼻腔に入れるチューブという意味なんですけどこれはの世界初の、まあ、いびきと無呼吸症候群を、まあ、解消するために開発されたあワンデーディスポーザブルデバイスです。はあはい 無呼吸症候群、はい、問題になりましたよねこれね知らずに夜中に息止まってるっていうすごいストレスと負担がかかってる人多いよみたいな言われてたまさにそうですねあの本当に潜在患者も多くて、はい、で私も重症無呼吸患者なんですけれどもそうなんですか、はい 私ほど重症だと大体あの論文に出てますけどあのの年後の生存率がまあ66と全く笑えないお話をいい声で笑顔でしますね <laughs> 本当に。っていうぐらいやっぱりあの、はい、無呼吸では死なないんですけどね合併症で心筋梗塞脳梗塞うつ病、まあ、がんも今や無呼吸症候群が関連しているってことが証明されましたし。えーはい そうなんですかまあでも睡眠大切っていうのはね、はい、誰もが知ってることですよねそ,すそ,すその睡眠に関わることですもんねそうですここにあの1週間分のありますでこれあの箱の箱小さな箱に入って1週間分なんですけどもこれをまあ1日分をこう1番2番とあの簡単にメッキンパックを破りまして中にこの特殊なあのに設計されたシリコンゴムのチューブとまあこれ安全を担保するノーズクリッパーがあってなんか全然、はい、あのー 初めて見る形状ですけど、はい、ワームのような釣りの餌のワームのような素材感でありながら <laughs>、はい、携帯ストラップのような可愛さと、ね、不思議なものですねでこれを寝る前に、はい、まあのこのように鼻にスーッと入れて結構2 0ンチぐらいありますけどおお <laughs> 実際にはこれ1 4 5ミリ私の長さ1 4 5ミリなんですけど、はい、でこれを鼻に入れてこう止めるだけという非常にシンプルな<は>、はい、止めちゃうと針金だけがよく見たら分かるぐらいではい、はい でこれを、まあ、あのつけけててて寝て起きたら捨てるだけと非常にシンプルなもので私なんかはあの例えば今まで新幹線とか飛行機乗ってもあまりにもゴジラのようないびきなので、はい、まあ周りが空いてたら席が周りがいなくなるぐらいのひどいもんだったんですけどもこれつけてたらあのフライトアテンダントにも気づかれないぐらいでいびきもよくかないと。 へえすごいですねうちのディレクターが強力に食いついてますけど、ね、<laughs> これ長さは一度検査とか初期購入の時にはいそうですあのフィッティング、まあ、コンタクトと一緒ですよねまず測って自分の長さ鼻腔の長さを測ってで最適なものをまあ選んでいただいたらあとはもうネットからでも薬局でも買えると <laughs> こういう製品うそうですね今は <laughs>、はい、お話ししてて声がそんなに変わってないっていうか、はい、むしろあれですもんね僕も花粉症なんでその鼻詰まり、あ、あと声優もやってますんでその システム、うん、どうしてそうなるのかっていうのは別居しましたけど鼻の内側が腫れちゃうんですよね、はい、す鼻の内側が腫れちゃって気道空気通る道をなくしちゃうからそれプラス鼻水とかっていうのもあるんですけど、はい、これはチューブを入れちゃうので手前の鼻の入り口の空気がそのチューブを通って行くべき場所に行くからいくら鼻の。 内壁が腫れようが関係ないっていうまあ違和感はないですねまああの最初数日間は皆さん若干違和感ありますけども大体3日で慣れるっていうへあと入れるっていう作業もコンタクトと一緒ですか初めはもちろんやったことないからびっくりするけど、はい、そうです、まあ、抜くとこんな感じで、まあ、抜く時はあまり美しくないんであれなんですけどいや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  <laughs>、はい、すごいこれはなんあのい医療品になるんですかはい あの一般医療機器としし、まあはい、しててて登録販売してますでもお医者さんじゃないところでも別に買えるあのまず1回だけあの医師に見ていただいて、まあ、フィッティングという、まあ、長さを測っていただいてでそれが分かれば<ー>あとはもうあのその指示書というものがあればどこからでも買えます。ナステントもうすでに100万本の大ヒット、はい、これ興味ある方すごいたくさんいると思うんですけどこれじゃあ耳鼻咽喉科などに行ってナステントちょっと。はい いいまあナステントで検索していただいて、まあ、当社のウェブサイトにあの取扱病院が全国で600病院ぐらいリストされてますので、うん、お近くの病院に行っていただいてでナステント処方してくださいって言ったらしてもらいますこの話でも俺本当2週話したいぐらいですね <laughs> 本当ですか これ素晴らしいですねあと1本だけの管があれですけれども鼻ってあれなんですよねどっちかしかずっと使ってないんですよね実はですしビクの奥はもうつながってるのでどちらか入れやすい方から入れて頂いて関係ないんですかチューブがあればその中もそうですけど周りからも空気が通るので酸素を十分に確保できるとそういうあっパップな何ですかシですか c って何ですか c パップって呼吸器ですね大げさな後でぜひ見ていただくと 無呼吸の,の、はいはい、戦闘機乗るときみたいなこのマスクをして寝るえ坂根さんももともとはそうシー c パックもそうですそうですあの c p はい、はい、私は8年ほど c ーパップを愛用したんですね、はい、うもうすごいですね、はい、で本当に私にとっては最高の機械でうん、うん、結構あのつけた方が寝れないとか言ってつけれない人も多いんですけど私はあの快適に寝れる有料患者だったんですねところがあのまさにおっしゃるというこう出張が 多かったののででいいいちいち運ぶのがめんどくさいんですよ日本だったらビジネスホテル、まあ、大体寝るところの横にコンセントあるんですけども海外とかではなかったりとかするとはいはい、はい、あ電源必要なんですねそう結局なんかそれなりのホテルに泊まってるのになんかあのソファーで寝るみたいなああ高度の長さの問題でそう,そうとかね本当にめんどくさくて特に飛行機では使えなかったりとかするので結局指きと無呼吸だから飛行機で寝ると朝がしんどいとかこれ坂根さんあれ開発はやっぱりじゃあご自身の体験から、はい ももううたんきたからいいいの作ろうぜみたいなそうですねだから、まあ、あのシープアップ並みに、まあ、効果があって、まあ、医学的認証試験で効果が確認できるもので、はいまあ、ワンデーコンタクトのように簡便なものを作りたいとそういうところから始めました、はい、すごいっすねだからもう,こうラインナップが不思議じゃないですか。 ランドドロイドゴルフのシャフトナステントって、はい、でもこれ全部やっぱ何でしょうその流れがちゃんとあってそうですねあのまあバラバラなことをやってるんですけど我々のフォーカスはやっぱイノベーションでイノベーションフォーカスといやあとそのそのご経験がなかったらこれナステントはこ,このクオリティのものは作れないと思いますた僕が作ったらもうちょっと手前で、はいうん、こんなものでいいでしょって内容がいいでしょうみたいなぐらいになっちゃいますけどはい すごいですね。ありがとうございます。全方位。はい。うちのディレクターが協力に食いつくわけです。そうそう、びっしまし <laughs> これも運命ですね。そうですね。これ出張軽くなりますね。あ。もうぜひ。あ。一<ち>、一、ね、日分が、一晩分が、今の一パックってことですか。はい。あのー、これで七個入って1箱きた。これ一週間出張、この人、ね、はいはい。そうですう。これで済むわけです。はい、鉛筆十二ダースぐらいのサイズ、ね。そうですね。ちょうどそんな感じですね。 <laughs> 大丈夫ですあ。お値段伺ってもいいです。で、はい、あの一日、あの一本四百六十円。ですな。いいな,、はいいいな、それはだって、これ使い捨てですもんね。そうですね。はい、もっと安くしていきていいんですけども、うんうん、まあ、これは本数がもっともっと出れば、うんうん、最終的には二百円以下。まあ、いわゆるコンタクトの値段に近いところまでは持っていこうと思ってます。そしたら、だいぶいいですね。はい、あと、なんじゅ僕みたいな季節的に、あ詰まりで、はい、あの花粉症。僕も、あの花水止める薬。 あの飲んじゃうと喉の唾液分泌止まっちゃうんで翌朝声出なくなっちゃうんですよ。<ー>だからあの飲みたいけど飲めないっていうのがあるので、こういう物理的に気道確保してくれるのは投薬必要ないですもんね。うんはい、あの実はそういうニーズでも実際に使っていただいている方が結構いて、うん、その場合はあの長さはあの無呼吸とかいびきほど長くなくていいので、一番短い120ミリというやつを使っている方が多いです。へえーはい、やっぱそうなんですね、はい。そうするとほとんど違和感もさらにないので、うん。 はい、昼間もも使っている方もおられますし、はい、これはいいですしこのチューブの中にすごい素敵なフィルターとかを入れてもまたあれですし <laughs> いやーすごいな本当にこれはでも本当はですね坂上さんならではのいつもやっぱりそのイノベーションと、はい、必要とされてるものとそうですねそっか普遍的な、はい、ゴルフのシ,シャフトはあれですけれども鼻の穴はもうほとんどの人がありますもんね <laughs> そうですね 呼吸しない人い人ないっすもん、ね、そうですすねねそうんでさあそんな坂根さんのリスペクトしている方のお話も伺ってもよろしいでしょうかはい、ぜひどなたのお名前が出てくるのか、はい、えっ、ー、とまあ私がまあ2人、まあ、リスペクトしている、まあ、エンジニアサイエンティストというと私がアメリカの大学院に行った時のボスである、まあ、ドクターウッドとウッド先生という人と、はい、大学の先生ですかそうですね、はい、それとまあ,あの私の父ですね父も発明家なのではい,はい このお二人がやっぱりお名前が上がると、はい、ではあのドクターウッド、えー、ウッド先生から伺ってもよろしいですか。はい、このような方なんでしょうか。まずあのまあまあ厳しい教授だったんですけれども、うん、あの当時僕は大学院で本当にあの自然科学を解明するというですね、あの超基礎科学をやってたんですけれども、その人類があの解 できなかった自然科学を解明する、まあ、今で言うと僕らで言うと世の中にないものを作り出すという全く暗闇にこう第一歩を踏み出すような研究開発っていうのはどういうものなのかとそれをどうやれば達成できるのかということをまあ5年間かけてコンコンと叩き込んでくれた本当に恩師ですね。はい やっぱりそういう学校ってあるんですね。<laughs> もうほぼ、ねうね、ほぼ哲学ですよね、今あの。あ、本当哲学なんですよ。物理の話なはずなのに、具体的なはずなのに。はい。そうです。で、まさにあのアメリカで博士課程を取ったんですけど、それ P. H. D. って言うんですね。はい。これはドクターオブフィロソフィーの略なわけですよ。なので、僕らはあの物理科学で、あの、学位を取ったのに、まあ、まあ P. H. D. なわけですね。で、これなんでかわかるかと、このドクターウッド教えてくれまして。はい、結局、一つのことを成し遂げるっていうのはやっぱ哲学なんだよと。 そのやり方を一度身ににつけたら君は違う分野に進んででも必ず成功できるからととそ、まあ、そういうよううういいよななことも教えててももらってああそういうもんだなみたいな考え方っていうのは他のジャンルに行っても普遍的だったりとかするわけですよね,、はい、すねやり方って一個どうしてもその公式だけだとそれ以外の時に当てはまんないかもしれないけどっていう、うん、だからドクターウッドはもうちょっと学問を通り越して生き方とかそういう考え方とかをもう全部教えたんだよっていうような。はい 使いですね、どうして、はい、あのまあもともと化学が自分の専攻だったので、はい、あの僕が行ったデラウェア大学というのはあの本当と化学の街なんですよ世界でもナンバーワンの化学の会社であるデュポンの本社がありええー そのデュポンポンと、まあ、のデラウェア州が・シウが共同出資して作った大学は非常に化学が優れていてですねでそこに行きたかったと<あ>、うん、じゃあもう思いっきりドセンターの一番すごいところに行こうっていうところで、はい、そうですねとりあえず飛び込んでみたとで会うべくしてドクターウッドに会うっていうの、ね、はい、まあそこがラッキーでしたああの今でもコンタクトって取ったりするんですかはいたまにしてますけどもう本当んとお,お年なので引退されて今はあのゆっくりと暮らしてられますけどね でもあれですね坂根さんの今のこの3つの,あの作り上げたものを見ただけでもちょっと笑顔が浮かびます、ね、<laughs> <laughs> なんか嬉しいなって言っちゃいますよね自分の教え子がこんな人助けてこうしかも新しいものでっていうのをそうですねあの応援してくれてますし実際作ったよっていううなっちゃうと、はい、そしてもう気になるのはやっぱりお父様はいこのお父様お父様も起業なさって ご自身でやられた方だったんですよね。そう,そうなんです。それは、あの、坂根さんがおいくつぐらいってやったんですか。僕が十二歳、中学校一年生入る時結構大きいですね。そうです。父が四十歳で脱サラをしたんです。あら。はい。それは何のきっかけだったんですか、ね。父は、もともと父も研究者で、はい、で、まあ、大手企業の。研究者として、サラリーマンしてたんですけど。サラ<あ>リーマンといっても、研究の方の。のそうです、そうです。はい。なるほど。 あ、じゃあもう完全な理系でその化学系のご出身で、はい。そうですね。まあ父も父は物理だったんですけど、立ち上げた会社は化学でしたね。なぜか。まあ、<laughs> はい。なんかそのじゃあその計算方式から生むものが見えたっていうところが、ね。まあ多分そうなんでしょうね。やっぱお父様リバリバリの理系って何か特徴ってあるものなんですか。あ、もうありまくりですね。も、ま、う、あ、とりあえずあのまあ理系の中でもすごい変わってて、はい、もう人のモノマネはするなとうは。はあ。その生き方も何もかも。はい。はい。 ってい人のものまねするなんてどういうことですかねまあだか,らなんかこう流行にの<ー>乗っちゃうななんか流行ってるから僕もやりたいみたいなそうそう。横でうどん屋が流行ったから僕うどん屋経営しようみたいなとかそういうことじゃないんだよとうんそうみんなが人工知能って言ったから人工知能みたいなんじゃなくてっていうですね例えば。お父様その後お父様の会社を。はい 継がれるそうですねあのー、アメリカの大学院からお出る時に教授になろうと思ってたんですけどその道はあこれは世界中の天才たちには勝てないなと思って諦め、はい、で就職をしようかと思ったんですけど、まあ、よく考えたら父の <laughs> まあ会社も技術系の会社だし、はい、ここで修行をさせてもらうのがいいんじゃないかなとでも仲良しだったんですねやっぱりあそうですねはいすごく今も仲いいですけどで尊敬してっていう尊敬してます でそこ外見てなんかその技術をフィードバックしてとかそういう概念もあんまりあそっかほ他と同じことするなだから、ね、<laughs> そ,そういう概念あまりないっていうそうですね、はい、でまああの最初は父が「継いでくれ」なんて言ってた時はなんか「いやいやそんなん嫌だ」なんて言いながら、はい、あの最後は頭下げてやっぱり入れてくださいっていうことで入れてもらって、はい、でそこで10年ほどあの経験を積ませてもらってですねで僕もまさに40歳の時に、まあ、セブンドリーマーズという。 会社を立ち上げたつな<ー>、はい、がるんですね、はい、ちなみにお父様発明家でいらっしゃったとはいどのようないや父も勝つ結構あれですよ例えばあのゴアテックスってご存知ですかねあのはい。あれはあのアメリカのゴア社が、はい、あの開発したことになってるんですけど父は前職の時にその5年前に開発してるんですね父と父のチームがはいぼ 防水浸透素材、はい、日本語であれとかそれからあの昔コピー機って、はい、あのスイッチ入れてから3分4分待たないといけなかったじゃないですか、はい、今の時プリンターってもうあのクリックして電源入ったらすぐにプリントアウトできるそれのまあ基礎となる技術を今の父が立ち上げた会社で開発してたりとか。 あるんですね、はい、父はあのー、私と違って B2B 向けの技術開発ではいはい、はい、そ,そ<う>このまますぐそうイノベーションを起こすとだから大企業の,あの何か製品を作る時に要となるキー,キーパーツとかキーコンポーネントをまあ開発するっていうのがまあ父のまあ技術ですね、はい、僕はあのゴアテックスをブーティーに初めてしたダナーってアメリカのダナー社の靴をすぐ買ってですね <laughs> あ 何言っっててんだろうって水の分子は通さないけど水,水蒸気の分子は通すから水は入ってこないけど蒸れない何言ってんだろうと思ってもうこれを試さなきゃいけないっていうふうにでもあるわけですもんねそのサイズ感っていうのがだから最近あの照明が LED になってあのお風呂の脱衣所の僕照明 LED に変えたんですけど粒見えますもんね。 こ,こういうことかみたいなこれの粒のサイズとかをこう言ってるんだこの人たちはっていう、はい、そうですねそれがもうでも結構皆さんのねもう近くにもありますよね、うん、そうアウターとかで父はこれ開発したんですけど、まあ、父とそのゴアさんが大きく違ったのは、はい、父はこれをそのまさか衣類とか手袋とかにあの使えるとは発想しなかったんですね何用だったんですかね<来> そっちの前職では仕事をまあ授業を大きくしていったんです。そでしばらく5年経ったらそのゴアさんがアメリカでこれ開発したなんと日本人が5年前に開発してるじゃないかということになってですね特許が出ていると。ということでこれ偶然なんです真似したわけじゃなくて彼も。はい、で、えー、父の,その前職に特にコンタクトしてきたら、まあ、まさかそんなでかい市場になるとはその企業も思ってなくて。はい まあクロスライセンスシングというかまあ両方作れるっていうなんか勝手な合意をしてしまって<あ><で>じゃあ特許申請はお父様のチームの方が先にああもう5年前なんですけど <laughs> だから相当なライセンス費取れたにもかかわらずそうなっちゃったんでまあ父はやっぱ大企業の研究者をしてたらやっぱ上の決定には従わないといけないとあ<ー>でまあ40歳で独立して自分でやるとなんかあれですね、はい、この番組あの エンジニアってすごいよみたいな、はい、基本すごいよかっこいいよっていうのを言いたい番組なんですけど、はい、やっぱいやで新しいものが僕らのところに来てるってことは、はい、なんか例えば水飲んでるペットボトルの形がなんか強度が上がってるとか、うん、なんかそういうのを感じるってことは誰かが先に研究してたりそうですね。 作り出してるわけですもんね、はい、いいものがどんどん増えてますもんね。そうです世の中どんどん便利になってますそれはやっぱ誰かが作ってるっていうのをなんか改めて、はい、すごい話っすね。ゴアテックスとランドロイドが親子だとはね <laughs> 本当にもうしびれる話ですよね。<laughs> ワクワクしちゃいますよね。<laughs> そしてね坂根さんのお父さんとしての坂根さんのいいですかちょっとプライベートな、はい、あっどうぞどうぞはい。 理系な感じの、はい、<laughs> お父様なんですか?。僕ですか?。はい。はい。僕自身ですか家庭ではどのような?。家庭ではですね、あの、全然じ、じ自由ですよ。はい、自由。はい。あの、好きなことを。やってますし、子供たち、え、まあ、子供四人いるんですけど、ちなみに。あそうなんですか?はい。はい。で、みんな、あの、バラバラのこと、をやってます。ちなみにお子さんの性別だけ上から。 男女女男で全もう全,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 全てほぼ全部網羅してますねお,お兄ちゃんも弟もみたいなもの一通り全部で<ー>一番上は、まあ、ゴルフをやってるんですけどああの引退を決意させたのがそうですねはい僕、はいはい、からゴルフという趣味を奪った男で2番目がん、あのー、でしょうあのちょっと、まあ、芸能系に興味があると言ってますけど2番目3番目は いやでもこうあれですね坂根さんみたいなお父さんだとちょっと楽しみですよねもちろん息子さん楽しみなんですけどストレートに娘さんも楽しみですよねあ、まあ、どういう風な女性になっていくのかそしてどういう男性を選んでいくのかみたいなのもそうですねなか今は特に女性も研究者の道も選べますし僕、はいはい、も子供大好きなんで皆さんと同様なんか頭のいい人はあの子供多くないですか。か あ、そうですね。四人も、ご自身、坂根さん、お子さんは、あ、ご兄弟は。まあ、姉一人だったんですけど。じゃあ兄弟は二人。はい。そうです、自分が二人兄弟なのに、四人ってなかなかじゃないですか。そうですね。なんか、あの、子供、最初二人かなと思ったんですけど、二人が大きくなってくると、だんだんこう寂しくなってきてですね。まあ、どんどん欲しくなって、また三番目作って、これまた大きくなって、寂しくなって4番目、今、あの、赤ちゃん知らない人も触ってって言うじゃないですか。はい、あの気持ちって、子供いるとわかりますよね。<ー>赤ちゃん時期ってやたら短いから。触れないですよね。そう で自分のってもう自分のが赤ちゃんじゃなくなっちゃったら触る機会ないからそ<う>だからなんかあれみんな触って触ってって <laughs> あと触らせてくれたら触っちゃいますよね触っちゃいますよもう抱っこさせてくれたらもう泣いてでも抱っこするみたいな本当ですよね、はい、あもう俺首とかだあの座ってないの大丈夫なんてって僕も言っちゃう, <laughs> う <laughs> なかなか機会ないですけど <laughs> なるほどは,はい そしてでは須田、えー、坂根さんのですねあのやっぱり開発がすごくあの哲学は感じるんですけれども、はいろいろこう多岐に渡りすぎてちょっと面白い感じのあの製品じゃないですか。はい、今後これネタとして考えてるんだよねみたいなのは、はい、言えないものがやっぱり多い、ね、あります。今まあ全部でテーマ五つそのう三つがまあ今のあの発表しているものなんですけども全部で五つずっとあるんですか。はい今はありますね。であと二つがまだ内緒にしているテーマが社内で。 動いてます。すで、はい、に動いてるやつが二つ。はい、もうこれはもうじゃあかなり具体的な。えっと四つ目のテーマ二つのうち一つはもうかなり具体的で、もう特許も申請もしてましたし、<ー>はい。でもう一つはまだ。特許申請してもここで言えないんですか。あのね、公開されるまでの期間がありましてですね、まだ公開されてないので、はい。 なるほど、はい、あんでもしもあの申請が一回ちょっと不備があるとかになった場合シャレにならないから公開まではい,、はい、いやいや、もうあの要はライバル企業にやってることさえも悟られないの、はい、ランドロイドもあの10年間、12年間かな、あ違う、あ10年間、あの一切外には言わなかったし、僕たちの,その携わっている研究者も、もう奥さんや友達や彼女に絶対言うなよっ,ってそれって守秘義務みたいな契約するんですか、そういうんじゃないああもちろん,もちろんあの会社としてはありますね。 なんか先ほどのお父様の話じゃないですけど、その研究員が自分がやったのにみたいに結構大,大きな。何年後に数百億円の訴訟みたいなのってあったりしますもん、ねはいあ。そうですね。はい、そこはきっちりやっとかないと、お互いのためにっていう。そうです。そうです。はい。なるほど。じゃ、ど、どこですかね。でも、今からその五個以外の。ほわっとした思い浮かんでるのを、坂根さんに伺っても、なんかそれも。 あれですよね言えなそうなすそっちの方がむしろ言えないみたいなじゃあ個数だけ教えてくださいえと3つも含めたところで5個動いている今今2つ動いてるじゃないですか以外で何個ぐらいあ僕のネタ帳にはいっぱいありますネタ帳あるんですかあります写真撮らせてもらっていいですかネタ帳のメーカー教えてくださいネタ帳はスマートフォンの内部ああメモだデータだはい ロックかかってます。鉛筆派じゃないんですか？鉛筆派だったんですけど、あの手帳持ち歩くなくなってからはずっとはい。それはもうあのスマートフォンとかモバイルでもういいやというので、はい、手帳を引退してからってことなんですね。はい、なるほど。あな何個ぐらいのネタ帳には？えー、<laughs> リアルリアルが知りたいです。<laughs> リアルの天才ってどうなのかっていうのにあのなかなかこう普通の話聞けないじゃないですか。はい いや結構ありますよあでもその十分に精査できてないものも含めてですけどね、うん、はい,いやでもなんかあれなんですよ坂根さんをお迎えしてその,あのアンケート票とかを軽く先に拝見した時に、はいはい、極端に個数が少なない印象あったんですよね、はい、なんかみんな何でしょう歩いてるとやりたいこと浮かんでくるんだみたいな方も結構いらっしゃってそれが実際にできた数とはあれなんですけれども、はい、だから多分坂根さん頭の中ってすごい 具体的でリアルなななんだろうなみたいなそう結局その誰かがやってたらやらないっていうふうに決めてるのでそ,そこ縛りなだけでもそこ縛りでもほとんどがアウトになっちゃいますい大体誰かやってるんでえじゃあ20個は新規ですかほぼほぼ、はい、<ー>ただあのもうちょっとそのあの完全新規じゃないですねそういう意味ではまだあ<ー>あ完全新規かどうかはまだ調べ,てない調べきれてないけれども <laughs> まあやってない可能性が高いなと思われるアイディアが2三3 0ぐらいはなんですけど、まあ、まあでもテーマには昇格させてないのでなるほど。はい まあそれは時期とかチャンスとか何か他のフターとつながればみたいなところですね。では坂根、えー、さんの社長としての夢も伺ってもよろしいでしょうか。はい、えっとまあ日本で生まれたイノベーションをやっぱ世界に展開して世界を席巻していきたいっていうかつての日本のように、はいはい、もう一度もうイノベーションは日本でこそ起こるんだと日本人すげえみたいな <laughs> まあ世界を作っていきたいなと思っててですね。 でまあ、あの会社の規模としてもやっぱりあのハードウェアスタートアップハードウェアの会社っていうのはあのすごいスケールする可能性も高く秘めている、まあ、そういう事業種だと思うので,、まああのそうですね、アップルやグーグルにあの規模では勝てないかもしれないけれども,もう世界一イノベーションイノベーティブな会社にはなれるかなと思ってますアップルグーグルもっすもねなかったものですよね。もももととなかっったものを作って、うん みんなが便利だって言ってなってるわけですもんねそうですだからもともとなかったものでみんなを喜ばせてってイノベーションしてって、うん、そんなのできないよなんてふっと思っちゃいますけどやってるじゃんって話ですよね、はい、そうですそういう会社いっぱいあるじゃんっていうとこですよねそうなんですよそれは日本もできるとはいいやこれはでも本当にあの ん面白いっす、ね、<laughs> ありがとうございます他と。他とあれなものをこうやらないっていうその哲学はこういう面白さを生むんだなっていうふうに、ん、んかだから人を助けたいとかあのみんなが便利でとかみんなが幸せにとか、うん、あと自分の作りたいものっていうのとやっぱまた線引きが違うからならではですよね。はい、もうイノベーションにとことんこだわって、まあ、切り込んでいきたいなと。 はい、では、えー、今週もですねあっという間にお時間となってしまいましたので最後にですねこの番組はあのたくさんの若いエンジニアの皆さんが聞いていて、はいまあ、特にあの坂根さんのような人と一緒に仕事したいって今日の番組この前回も含めて,いて思った方もたくさんいると思うんですけれども、はい、そんなみんなにですね、えー、坂根さんからアドバイスの方をお願いいたします。はいあのーまあ、技術者の方々方々々にに対対ししてて若いですけども、あのー ちやっぱエンジニアとかサイエンティストってうこう結構まっすぐな人が多いので、はい、どうしてもその分野に凝り固まってしまうんですけども本当にあのイノベーションを起こす新しいものを生み出そうと思ったら本当にいろんな角度からの発想がすごく大事なのでいっぱい遊んだりいっぱいスポーツしたりそれから違う分野の勉強をいっぱいしたりということを、まあ、ぜひ若いうちに。 やっててもらいたいいたなななんて思いますうんなるほどそれがそれがいずれ「は」っていうひらめきにつながったりっていうそう,、ね、そういうご経験があるからこそのあれですねメッセージですね。はい、さあということで今週もあっという間にお時間が過ぎてしまいましてまた是非いろいろとあの無事に。 よう石鹸した後に番組も遊びに来て、はいたいなと思ってます <laughs> そうですねそうなれるように頑張ります、はい、ありがとうございました A、はいえー、ラボインデックスこの時間のゲストはセブンドリーマーズラボラティリーズ株式会社代表取締役社長、えー、坂根真一さんでしたありがとうございましたありがとうございました <music> <music> 松がお送りしてきた「b a f m a ラ a インデックス本日いかがだったでしょうかいやー坂根さんのお話面白かったですねそして何でしょう坂根さんならではのパーテーションいいっすね面白いっすねなんかやっぱりこういろいろだから自分がこう思うことっていうのをとてもやっぱ大切にした方がそれがなんか生み出すものにもつながってくるんだなっていうことをとても思いますよねまさかねあの,の無呼吸のことと ゴルフのセミオートクチュールシャフトとあというね洗濯物を畳むのがどう繋がりますかねでもそこには決してね人がやってないものとか人の真似するなというお父様の教えだったり哲学と科学が融合した恩師だったりっていうねなんかあるわけですよねだから多分それはもうみんなにもあって僕にもあってなのでそういう自分の哲学大切にするのってなんかいろんなものに共通するなって思いますね さあ皆さんの番組の感想メールもお待ちしてますよメールアドレスでですすの綴りはですそしてこの番組「A ラボインデックス」のブログでは今日のゲスト坂根真一さんとの写真などスタジオの様子もご覧いただけますまたゲストパートですが実は放送されている部分ほんの一部なんですインターネットバージョンほぼノーカットで毎回アップしますのでぜひ「BAFM」ホームページ内「A ラボインデックス」のブログチェックしてくださいね それからもうう一度今日の放送を聞きたいといと方はぜひラジコでどうぞラジコではただいまタイムフリー調子機能で放送後1週間過去の番組を聞きますぜひこの A ラボインデックスラジコのアプリをダウンロードしてみんなでシェアしてくださいというわけで A ラボインデックスお相手は松風雅也でしたまた来週ロボホンからもお別れの一言 A ラボインデックス今日も聞いてくれてありがとう今日は春分の日何か予定はありますか 休日のあなたもお仕事のあなたも楽しい一日になりますようにそれじゃまた来週バイバイ FM A Labo Index Fe featuring Masaya Matsuzaki.